はい、皆さんこんにちは、サカキャッツでございます。5時回りました。もう今日はもうすぐね、出かけなあかんのですけどね。でね、動画撮ってたら電話がかかってきてる。何かと思ったらですね、メディアでございまして、取材の電話で30分ぐらい喋ってましたけど、ハルミフラッグどうなんのっていう話で、売れますぜーって、もうすぐ売れますぜーという話をしてたんですけどね。はい、本題いきましょう、本題。文春オンラインでございましてですね、これは10時間前に出た記事ですね。文春オンライン、高市早苗が自民党総裁選に出馬宣言、政権構想、日本経済強靭化計画の中身は…ということで、短い記事です。女性初の総理大臣や衆議院運営委員長を歴任してきた自由民主党の高市早苗衆議院議員が8月10日発売の文藝春秋9月号、いわゆる月刊誌ですね、あの分厚い、総裁選出馬宣言となる論文を寄稿した。政権構想となる日本経済強靭化計画の一部も披露していると。まあ、文春オンラインの書き方は非常に肯定的でございますね。もちろんその寄稿してもらったというのはあるんでしょうけども、高市氏は仮に菅内閣の支持率が 1% になったとしてもその任期中は支え続けるとしながらも、菅総理が力強い発信をできなくなっているのはなぜか。それは自民党員や国民の皆様の十分な信任を受ける機会がなかったからだと思うと指摘。要は解散総選挙やらへんかったからやということですね。あるいはその総裁選もフルスペックではなかったですね。まあ、ほとんど密室みたいなもんでしたね、あれね。そういった綺麗事が書いてあるんですけども最後ですね、あんまり意味ないか。成長投資とは、日本に強みのある技術分野をさらに強化し、新分野も含めて研究成果の有効活用と国際競争力の強化に向けた戦略的支援を行うことだ。さらに中国リスクへの対策も盛り込む。今後中国共産党が日本社会への浸透と工作を仕掛けてくる可能性もあるって、もう来てますやん。中略、日本国内の企業や大学や研究機関の内部に設置された中国共産党組織が先進技術や技術の流出拠点となる懸念も大きいってもなってるやんとした上で法制度整備と体制強化を提案しているということで、これ要は文藝新聞に対する応援記事ですね。皆さん買って読んでねという、同じ文春ですからね、という記事なんですけども、ここで、注目できるのはですね、この高市早苗さん、という方がですね、出るでと言うたということが一番大きなニュースでございまして、前から言われてましたけど、ただですね、この自民党の総裁選挙、これ必ずあるんですけど、本来9月にあるんですけど、来月ですね、もうあるんですけども、その出るには、立候補するには国会議員20人以上の推薦が必要なんですよ。で、高市さんは現在どこの派閥にも所属していないはずなんですよ。でこの方もともと衆議院議員になった党座はですね、小沢一郎さんと同じような政党やったと思うんですけど、あの小沢系の人なんですよ、元は。今どうか知りませんよ。で、確か小泉の郵政の時にですね、小泉純一郎側に立って自民党に戻ったんじゃなかったかな。で、以来割と自民党の中のいい筋をこう歩いているという感じでございます。で、この方がですね、今の菅さんやですね、実は総理を狙っている小池百合子さんと違うところはですね、一応政治家なんですよなんていうか、この方がどんな政治をしたいかっていうのは何となく見えるんですよ。多分こういう方やろうなというのも分かりますし、信念も強い。この方たびたび閣僚をやっています。閣僚をやっていまして、そのみんなで靖国神社へ参る国会議員の会かなんかの有力メンバーでして、
ただ一人ですね、8月15日に閣僚として参ったというようなニュースも過去に見たことがあります。まあそういうですね、非常にその言ってみれば保守系の方でございます。で、ただただいや、なんて言いますかね、保守だけのなんたら水脈みたいなあんなんではなくてですね、ああいうただただ保守だけで流してんねんみたいなのではなくて、一応ですね政策も強いですね。落選したことがございまして、落選中に近代の経済学の教授やってたという人でして、で実は自民党の政調会長もやってるんですよ。自民党の政調会長で女っていうか、まあ女って言い方よくないですね、女性でですね政調会長をしたのは高市さんぐらいじゃないですかね。野田聖子してましたかね。野田聖子さんそんなに政策には明るくないですからね、私の認識では。高市早苗さん、あのね、政調会長できるということは政策通なんですよ。いろんな多岐にわたる政策に対してちゃんと目を通せるし、もの言えるというような方が政調会長をやります。ただただ推しが強いとかそんなではないんですよ。なんで、いわゆるバックグラウンドもあると、インテリジェンスのバックグラウンドもあるというふうに私は見ております。ただし、ただしですね、人望はなさそうなんですね。非常に肉食のイメージがありますね、この方の。落選中に結婚なさいまして、今でもその離婚はなさっていないと、何度も衆議院議員ですね、確かね。で派閥からは身を引いてて、まあ面倒くさいんでしょうね、ああいうおっさんどもの付き合いが、おっさんやじいさんどもの付き合いが、そのおっさんやじいさんにこう媚び寄るという感じでもないんですよね。小池百合子みたいに、ひらひらひら二階先生とかって、そういうふうに行くタイプではないから、20人集まんのという感じなんで、20人集められなければ出馬さえできないわけであって、でこの人派閥のバックグラウンドがないから、どっかの派閥にですね押してもらえればいいんですけど、まあ一番はあれですね、安倍さんのところですね、細田派っていうんですか。でも細田派はなんて言いますかね、一応結束してますし、まあ安倍さんが出るということはないでしょうけども、高市さんもじゃあ我々のあれにって、あれにというふうにはならないと思うんです。もともとそっちだったと思いますけどね、確かね、安倍さんのあの細田派グループだったと思いますけど、まあならないと思うんですよ。でじゃあその無派閥、無所属の、まあ、無派閥の議員から20人集まるほど人望があるかっていうと、そういうふうにも見えないから、出馬宣言はええんですけど、出馬できんのっていう話ですね、簡単に言いますと。面白い政治家だと思いますよ。松下政経塾出身の中ではですね、まだ小増しな政治家です。年齢はね、61年前ですから、もう60歳になられたと思います。確かね、私の学齢で2つ上なんですよね。だから今年61歳の方と同じ学齢ですね。2級上だったと思うんですけど、やっぱりね、ものすごくね、どう言いますかね、体力もあれば気力もあれば肉食系であって、野望もあればという感じの政治家であって、まあ、悪くはないんですけどね。基本的に菅さんなんかよりかは私は好感を持ってますね。あんまり利権の匂いもしません。菅さんなんて横浜市関係の利権の匂いプンプンするでしょ。でもこの高市さんの地盤はですね、奈良市なんですよ。奈良市がまた利権のないところで何もないやみたいな。で奈良1区から2区にくら替えしてるんですかね。奈良なんてそのうち全県1区になるんちゃうかと思いますけど。でだそもそもそのね、政治家が出ないと思うんですよ、奈良っていうのは。有力な政治家が出た試しはないんちゃうかなというようなところですね。初めてちゃいますか、高市さん、自民党の総裁選に出るというような政治家が出てきたの。まあそういうところでございましてですね、非常に面白いんですけど、出られるのかということはあります。さて、この文春ラインのページ、これまあ大丈夫でしょうから貼っておきます。今私ですね、全体の半分以上、6割から7割は読んだのではないかと思いますね。
今発売中の文春ちゃうわ文芸春秋という分厚いこれくらいの雑誌ですね。昔おっちゃんがおっさんが読んでた、今もそのおっさんがじいさんなんて誰もあんなもん読んでへんやという雑誌でございます。私は一回も縁があったことないですけど、それに載ってるそうです、になんですね、出馬宣言、高市早苗さんの出馬宣言でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。